まもなく三河安城です。三河安城です。東海道線は乗り換え、東海道新幹線には珍しく下りのエスカレーターホームの端っこには屋根がありません。三河安城の駅はね、改札が JR 在来線と新幹線と完全に別になっていることで知られておりまして、駅の構内はこんな感じで結構しっかりしたようですけれど、でもね、もうまるで違う駅として存在しているような形をとっています。謎のモニュメントもあるな。こういうのはあの近頃の流行りの言葉でエモいっていうんですかね。駅前広場とか新幹線も当然のごとくゼロ系のピクトグラムです。乗り換えてきました。ここが岡崎という駅です。岡崎は徳川家康の生まれた町として知られていて、岡崎城というお城もあります。ここに JR の岡崎の駅がありますが、名鉄線ももう一個走っていて、東岡崎だけな、そっちの方が大きい駅のようですが、それからまたここと別の私鉄の電車が通っていて、それが愛知環状鉄道だったと思いますけど、ね、それに乗っていきますと町の真ん中のあたりまで行けるそうです。日本に2つだけある八丁味噌という有名なブランド味噌を作っているのは、この岡崎の八丁ある地区のその中でして、ちょっとせっかくですからそっちの方まで行って味噌汁とか飲めるんだったら飲んでみたいなと、そういうふうに考えております。中岡崎の駅に着きました。岡崎の町の中心部はこの辺りのようです。というのは岡崎城公園前という駅、横に名鉄がありますけれど、その駅と隣接しておりまして、すぐ目の前に岡崎のお城があります。徳川家康が生まれたお城というのがこの岡崎城であっているはず。それはそうですよね。ちょうど公園も色づいてて綺麗ですけどね。ただこの映像だとあまり綺麗に映っていないかなというのがちょっと残念ですが、まあこんな感じですよね。この川のほとりに立っているのが岡崎のお城。ここから見るとなんだかちょっとこう残念なというかね、あの上のあたりしか見えてませんので、すごいちっちゃいお城に見えるわけですけど、かなりさっきあの住宅街の方面から見たときに大きいものだということは皆さんもお気づきになられたでしょう。まあ、多分このぐらいの全体で言えばね、このぐらいの大きさの天守閣なんじゃないかなと思います。これはですね、明治時代にあの廃城令っていうのを、なんかお城はもう全部やめましょうねということで、廃止になって、それで破却されたお城なんですね。あの戦争でそのままあの焼けちゃったっていうパターンじゃなくて、これは自分で壊したお城らしいんですけれど、その後あの昭和の時代になってからまた新しく作り直したんだそうです。で、春になればお花見の名所として、あとは家康公祭りなんて言ってね、確かあの昔の戦国時代の格好して、あのこのなんか練り歩くみたいな祭りだったような気がするんですが、そういうのもここの名物だったんじゃないでしょうか。それからもう一つ、さっきも言いましたように岡崎といえばお味噌です。八丁味噌、それが有名なもの。東海地方特有の赤色をしておりまして、赤茶色というのかな、味はちょっと薄めの豆味噌だそうです。徳川家康は味噌を食べたから長生きしたなんて言われてます。それは確かにね、何の戦いの時だか忘れましたけど、戦いの時に自分の下着の中にまで味噌を入れるほど大事だったらしいですからね。これ分かります、元ネタ。あの徳川家康があの戦に行った時にこうすごい負けるギリギリのところまで行って、うわーっとこうビビったる。でそのまま馬で逃げ帰ってきて、そしたら何やらこう下着のところが汚れていて、あら殿、これはどうしたんですか、これは味噌でございます、ね、あのこれは味噌じゃ、そういう風に言ったらしいです。戦いの時にまで、そのパンツの中かなんかに味噌を忍ばせると、そういう真面目な家康公だったんですね。これ本当の話なのか分かんないんですけどね、作り話じゃないかなって気がしますけど。で今日はこの岡崎で秋祭りをやっとるそうでして、そこで名物などいろいろ食べられます。時間がないんだったらすぐ駅から近いから行かれてくださいっていう風にね、さっき岡崎駅にいらして案内の方に教えてもらったんですけど、ところがあの私はまさかね、その人も私が34分で観光するなんて思ってなかったんでしょうからね、
全然そんな時間はなくて、結局駅の周りで適当に何か買って帰ろうとか、その後また後で乗る特急列車の車内で食べりゃいいかなというふうに思ってるんですが、ちょっとね心残りだったのは、東海オンエアって分かりますね、あの人たち岡崎出身らしいんですね。知らなかったんですけど、まあ、東海地方ですからね、それはあっても不思議はないと。でなんかその岡崎の街の中にはあちこちにその東海オンエアのメンバーのパネルみたいなものが展示してあるらしいんですが、で今日だけですね臨時でその東海オンエアをこう全員そのパネルを集めてその祭りの会場に置いてあるらしいんですね。なんだじゃあそこにねこう私も東海オンエアってなんか6人でしたっけ、分かんないですけど、まあ、7人目とかね、そういうのにこう入って一緒に写真撮ってサムネイルにでもしようと思ったんですが、残念ちょっと時間がなさそうでした。ところでね、鶴屋呉服店、まあ、今やってるお店らしいんですけれど、呉服屋さんか、へーと思ってね、今の時代珍しいな、なんかこうどっかでこう見覚えのあるようなポーズを鶴が撮ってるんですけど、まあ、これ多分たまたまだと思うんですけどね、さすがにたまたまだと思うんだけど、でちょっとなんかこうあまりにも見覚えがありすぎますよねこれ。まあ、向こうも面白かったけど、最初から駅の裏手の方だけにしときゃよかったなと思いますが、結構中岡崎の駅の裏ってすごいんですね。あのね、やっぱ乗る予定の列車1本遅らせないとダメだこれ。その分岐阜に行く時間がなくなっちゃうんですけどね、岐阜で何しようかな、岐阜に50分ぐらいはいる予定だったんですけど、このまんまだと多分20分もやれないな、それでなんか意味あるのかって感じなんですけど、後ろをご覧ください。多分ここで本当に作ってるんでしょうね、八丁味噌。これですよ、これ駅のすぐ裏手だった、逆方向に行かなきゃよかったな。これなんか即座に買って列車に乗り込んでしまうかも。すごいな、なんか味噌汁カフェみたいなのやってるよ。味噌だるみたいなの置いてあるところの見学とかもねできるみたいな、こんな感じのところですけど、ちょっと見ないですいません、30分しかないんだからね。一応あれを買いました、味噌汁ホテルで作って飲みたいと思います。スペース維持のためにあの人についていこう、そしたら列車にも乗り遅れないでしょう。よし、とりあえず間に合ったかな。お城はなんだかんだね、この愛知環状線の多分外の景色から眺めるのが一番いいと思いますよ。この高いところ高架の上を走っていきます。お城は今の四角ですが、 The next stop is Mutsuna。あまりにも来訪時間が短すぎましたけどね、もうちょっと長くいたかったっていうのは正直なところですけど、で向こうの方に酒川川という川が流れていまして、橋場秀吉だか木下藤吉郎の時代だかな、なんか伝説があるとかないとかいう話ですが、確かそれは作り話らしいんですよね。即席の味噌汁を買ってきましたんで、これを後でホテルに着いた時でもお湯で溶いて飲めば、まあ、ある程度雰囲気は味わえるんじゃないでしょうか。まあ、大体1回目の町の来訪っていうのはその町の地形がなんとなく分かればそれでいいかなっていうような気がしてますね。2度目にまたじゃああの時にここへ行って気になったものをここを見てみようと、そういう考え方もねおすすめできますよ。まあ、半分負け惜しみにも聞こえますけど、終点岡崎に到着します。ちょっと散らかってて申し訳ないんですけど、これホテルですね。で、これね、まあ、全然違う場所に今いるんですけど、ここにこうポットがあります。ここでこうお湯を沸かして、この中に買ってきました八丁味噌のこのフリーズドライのやつ、えのき三つ葉と書いてありますが、美味丸ごとフリーズドライ岡崎城ですね。これを入れて今から飲むわけです。ちょっと待ってくださいね。入れました。これですね。ここにこれですよ。見た目良くないかもしれないけどね、匂いはかなりいいですよ。私が思っていたより良かった。いや、正直、フリーズドライのやつなんてってさっきまで思ってたんですけど、結構美味しそう。粉がかなりしっかりしてる、しっかりしてるっていうか、かなり粉っぽいんでね、溶かすやこう、周りに巻き散らかしちゃうと大変ですよね。はい、お湯を注ぎます。あれ、なんだこれ。ロックボタンをこう、必ず押さないと、これ押さないといけないんですね。はい、はい、どうぞ。いいねこれですよ、出たよこれ。お、結構三つ葉入ってんな。なかなかデラックスな味噌汁じゃないですか。これでロックボタンを押し戻し、あとはこれが出来上がるのを待つ。
うん、いい香りだ。いや、この香りが八丁味噌特有のものなのかどうかわかりませんけど、こういう赤いやつだとね、よくこうできますよ。いや、美味しいですよ。これ めちゃくちゃ美味しいですよ。熱いんですけどね。うん。なんで美味しいんだろうな。うまいうまい。うん。買って正解だったな。一杯あたり100円以上しますけどね。味噌汁にしては高いような気もするけど、でも十分これはおすすめですね。青森で売ってるフリーズドライっていうか、なんかレトルトのしじみ汁に匹敵するぐらい美味しいです。美味しい八丁味噌のご紹介でした。すみません、なんかついつい申し訳ないんですけど、はい、岡崎はこういうところです。ありがとうございました。